ありがとう。どうも、ミリオンズっていうコンビをやっております椎名です。よろしくお願いします。芸人やってます。ありがとうございます。後輩やらさせていただいてます。はい、がっちりとした後輩ですからね。ありがとうございます。固めてきました、はい、よろしくお願いします。よくツイッターをいいねしてくれてますいいね仲間で、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、太っちょカウボーイさん。はい、そうですね、太っちょカウボーイ。はい、元の名をガリガリガリクソンと言いますけども、はい、いやいや違う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 、おそらにとパーパーまた始まっちゃった。もう始まっちゃった。パーヘーパー太っちょさん、太っちょさん、ちょっと落ち着いてください。いいタイミングで笑いが起こるねいいですね僕らには聞こえてるんですよすごい、すごい僕らには聞こえてるんでね。ありがたいよ、はい、大爆笑聞こえてます。ありがたい。なんか言うんだろ。はい、うん、あのですね、今僕らマスクしてないじゃないですか。はい、はい、これはなぜかというと、なんとですね、こちら、うん、トレールフレッシュというこちらを使っております。うん、これでーす。ちゃんとトレールフレッシュちゃんと宣伝して、お時間かけてゆっくり、はい、うん、パワーで脱臭除菌、これがあるから僕らはマスクをせずに本当ですよ、放送はかなっておりますので、本当に皆さん、ご安心ください。あの豚の腐ったような匂いしてますけど、これがあるから牧場全もクリーンな匂いですから。そうですね、はい、もう本当はね、はい、体臭が豚の腐ったみたいな匂いしてますからね。つけてないとボタボタいろんな虫が落ちてますからね僕はね、豚の腐ったような匂いがしますおい、なんてこと言うんだよ。いやいやいや、あんただよ言ってんの。もうありがたいですね、もうボケてボケていいよね、はい、あんまり話したことない。そうですよ、あのツッコミの強弱分かってないです今タメ語で言ってやろうかなとか、敬語で言ってやろう。あ、本当ですか。で ありがとうございます。大先輩なんで。そして、はい、そしてですね、こちら。これ大事。はい。番組へのご質問はこちらまで。あのですね、今、生放送で、どん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 コメントの方、書いていただければ、どん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 ピックアップして、やっていきますんで。ここにもついてるのか。あ、ここにもね。ここにもあります。はい。あれ、ちょっとずれてますか、うん、あ、こっちじゃないわ。はい、こちら。うん、ぜひぜひツイッターの方コメントいただければ僕らはね、うん、できる限り読んでいきたいと思いますんで、うん、お願いいたします。どんな質問、ま、どんな質問がいい。好きな食べ物は、うん、僕の、はい、うーん、なんだろう、なんパンパンパンってくるからなんとか、具が入ったパーンそう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 、具が入ったパーン ありがとうございます。すいません、後輩が本当はね、ってしまった、はい、欲しいもとか食べるんですけどねはい、いや美味しいですよ、欲しいもんね。どんどん欲しい質問が、はい、うん、欲しいもん、興味あるのかな僕に。いや、めちゃくちゃありますよ。だって僕ずーっと見てましたもん、テレビで。本当、はい、大丈夫、はい、もう超有名人です。これでもういつも来なかったら俺世の中どうにかなってんじゃねえかな。エンタとか見てた。ちゃんと見てましたよ。エンタ僕出たことないの。あら違う違う違う、ちょごめんなさい、こんなんだよ、あれみたいな、こんなやつなんだよ。ごめんなさい、俺の横に座ってるやつは今マジで天然誰なんだよ。このアラビキ団を見てました。アラビキ団を、ありがとうございます。アラビキ団を見てました。ちゃんと4日して、ありがとうございます。はい、楽しんで。アラビキスターですから ね。そうですよ、行ったって、はいはいはい、イコールですよね。アラビキ団、アラビキ団って言ったら僕か、ハリウッドザコシショウですね。ねえ、はい、売れましたね。ありがとうございます。はい、でここから僕ら売れるっていう予定なんでね。もうもうこれ終わった途端売れますからね。はい、はい、終わった途端にね、はいはいはい、はい、じゃんじゃん、はい、昼飯旅とか入ってきます、ね。マネージャーさんちょっとね、携帯ちゃんとオンにしといてくださいよ今からめちゃくちゃ来ますから、オファーが。やめてください、恥ずかしいからやめてくださいそんな、頑張りましょう。はい、こっからね、火つけていきましょう。コメントよろしくお願いします。はい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 。いやーいやー、ほんと、もうすごいよ。だって、こんな僕ら、僕で番組をやりたいって言うんだよ。いや、すごいですよね。うん、
本当は一人のはずだったんですか。本当は一人で50分間あのどうですかっていうのが来たのを僕は見る前にまずマネージャーさんが、はい、あの一人じゃ無理ですよねっていうラインがポンと入ってきたんで、はいはいって即答で申して、はいはいはい、もっと仲間、うちの事務所のラフィーネプロモーションの仲間を呼びたいってことで、今日は結構来てるんで仲間が、はいはいはい、どんどん出てくるけど、めちゃくちゃ多分挙手したと思いますよ。マネージャーさんがもらえるんですよ、うん、こんなの案件ありますって、うん、若手にね、うん、それであの太っちょさんと出たい方、突っ込める方、どしどし募集しておりますって来まして来たでしょ。はい、そうなんだ、僕がそのね若手を募集したのよ、はい、ああもう上じゃなくて、あ結構若手で、はい、もう元気なもうオラーみたいなやつを、はいはいはい、どんどん来いよっつってやって、はい、一番最初に手を挙げたのが、はい、うちの事務所で俺の次にベテランなポンチャマっていうか出てたちょっとあれ出たいぞいやいやポンチャマ大丈夫だよでも来るっつって今日来てもらってるから、ああもう楽しみですよ、そこのツートップの話楽しみですね。そうなんだよ、ヒリヒリするから ねもうあのこう陣地の取り合いでヒリヒリするからスペースの取り合いして、はい、もうね今のところどっちが強いとかはないですもんね。まあ今のところ僕でしょう、僕の番組だもん。そっか、はい、そっか、メインだ。もうそうだよ、もうポンちゃんも帰れっつったらもう帰らなきゃ、なんか文句言ったら言いましょう。もうやってやるからね、先輩が吹かせてきた俺も言ってあげますよ、頼むよ。はいはい、もうガリガリ行きましょうよ。そうはいはいはい、なんかある聞きたいこと。俺ね本当にもうなんつうんですか、うん、この芸人今すごいあれじゃないですか、芸歴を重ねた人が今すごいなんつうの今日の目を見てるというか、うん、じゃないですか、うん、もうあれああいうの見てどう思います、うん、僕はもう正直泣いちゃう感じなんですけど。いや日の目見てる錦鯉さんとかもそうですけど、まあまあまあな、すみません、なんかちょっと真面目な話すごい、ま、真面目な悪い話になっちゃった。バイトとかやってるしなみんなな、うん、そうなんですよ。どう思います。あのね、妬みしかないねもう妬みとそねみしかないね、妬みそねみでクソいいなクソクソっつってなんかもう純粋にこうじゃなくこう、まあこれよこれだけど もうここね、でもやっぱ妬みもないとね。そうですよ、なんかこう上に行けないですからね。ほんとですよ、もう素晴らしい、頑張るぞ、もうこれもう渾身のパンいやどっちにあこれで、ね、あーずぱんあずぱんありがたい、ありがたい。だから、はいはい、見てわかるように、うん、俺一人じゃできないだろ。いや何をしようとしてたんですかね逆にスタッフさん何を見たかったんですかこれの何を見たかった、もう50分間これを見るっていう、いや、ちゃんとなんだろう、見たかったんだろうね、なんかあの動物園行って真珠みたいのがいたらずっと見たいみたいな感じで見たかったんだと思う。何が起こるのか俺ね、もうそんなもう30、31年だよ俺芸歴。芸歴31年でさ、31ですよ。ミスターチルドレンと同期なわけだよ。いやすごい、同期で言ったらすごい、うん、はい、あとぷよぷよのゲームと同期なんだけどぷよぷよの発売と俺が同時にこう来たんだけど、いやもうここぷよぷよしてるから、ぷよぷよしてるから消えちゃうよ。そんでさ、はい、そう31年でもうそんなんね、俺嫌ってことを経験してきたんだよ。そのイベンターね、営業とかのイベンターが俺のこと大好きで、お客さんが全く俺を求めてないっていう現場も何回もやってきてイベンター笑ってんのにお客さんが全然笑ってないっていうのをずっとやってきてはいはい、はい、でまたこれで1時間50分やってくださいって言われてこれはまずいとまたあの悪夢がまたあれもう嫌われたくない、イベントの人にも不当直後にパンパンしか言ってねえじゃねえかって言われちゃうからこいつはもうって言いながらいろいろこう詰めてきたから、あ素晴らしい、うん、それのね、うん、僕らも恩恵に預かって出させていただけるということで、そうなのよ、本当に不当直さん、これもえもうちょっとどんどんできたらいいですね、不当直さんのレギュラー枠。本当だよね、24時間ね24時間やってみたいよね、そうですね、やってみたい、やってちゃう。24時間パンパン言ったら何回できるんですかね。だから、ここでまたいろんな番組のやってる人がいるでしょ、うんうん、時間ごとで、はいはい、それをやってる隣の楽屋にモニター置いてもらってワイプでずっと24時間パンパンやってるっていうのはどうこうやって何パンできるんでしょうねで、なんだろうね、5時間後ぐらいにもういなくなっちゃってるここ
死んだんじゃないのっつって、トッチョさんっつって、トッチョさんっつって、ちょっと痩せてきてませんっていうトッチョさんがちょっと痩せてきてますねっつって、もうそういう末路でデブはいいんだよ、そういうデブはそういう末路でそっとこう殺しといてくれたらいいそうですね、もうぜひちょっとね、やってほしい、それ見たい、2時間ぐらい、よーげー、はい、やりましょう、お願いします24時間見れないですけど、ということでね、はい、今日またゲスト呼んでます、そうですね、これが強力なゲソを呼んでいただいてるとかいうと、ゲソゲストゲソゲスト、はい、すみません、ちょっと飲ませていただきます、緊張してっかな、はい、今から来るゲストって緊張してんのかな、お緊張するでしょう、トッチョさんですから、僕がこの、あ、まあいいか、先呼ぶか、あ、呼びましょう、じゃあ、はい、ラフィーネからのまず最初のスペシャルゲスト、ポンチャマン、どうよ、いや来ましたから、ポンちゃまがテレビ的めちゃめちゃテレビ的この人これいいっすね、一番俺若手見習ってほしいと思うんだよ、ね、やっぱりね、やっぱりね、これね、これがでも出ないよね、若手がデビューしてこの感じって出ないよね、いよこれでデビューするやつはいないでしょうね、うここを目指す、この山は目指さない、ね、この山じゃない、うん、芸歴25年目だよバカ野郎、すごいよ、31、25ですよね、すごいよね、55だよ、うわすごい、分かってるかお前、猫だったら死んでるから骨なってるね、そうですね、骨になってます、いや嬉しい、このスリーショットはすごいな、いやでもあのトッチョさん本当ね、あのお気づきだと思いますけども、あの本当シーナはあのポンコツなんで本当にあの会話に苦労されたと思いますけど、そうですね、付き合い結構長いんですよこいつと、長いんでしょ、もう 20年ぐらい前なんですよ、その時から1ミリも成長してない当時と全く同じクオリティのトークを、ね、お願いします、変わっちゃいけないこともあるんですよ世の中、なんか赤いな、顔が赤いよね、そうなんですよ、ちょっとねこれ顔赤いのもあのバイト焼けなんですよ、何やってんの、植木屋さん、植木屋さんをちょっとねやらせていただいて、植木屋さんとか引っ越し屋さんやっちゃダメだよすごい言ってくれますよね、若手の色じゃなくなっちゃうの、ほんと室内でバイトしないと、ちょっと、ね、色白になります、あ、本当にね、白くて可愛い、いやいや、俺マネージャーにももうあのこれもうミニメタボリックじゃないかって、パー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 、ちょっと一回座りましょう、もうなんか取り留めなくなっちゃった今、止める人おらへんねんから、意外とやってみたら楽しいなと思って、俺ら別に関係ないんだから関係ないんだ、突っ込んでくれよって、いやポンちゃま、うん、僕だからさ、はい、このラフィーネプロモーション可愛い変われないけど今ソーシャルの関係で可愛い、はい、あ、そうかそうかそうか、このラフィーネプロモーションにさ、うんうん、2年前ぐらいに入ったわけだよ、そうですね、2020年の1月に、はいはい、俺それ入る時にさ、うん、あのまず最初に何しようと思ったのが、うんうんうん、まずポンちゃまに挨拶に行こうと思っていや俺も恐縮でわざわざさ俺のさ千川のライブに来てくれて、あ、一部がさ、うんうんうん、今日どうしたんですかつって、うん、いや挨拶に何年先輩なんですか言って、いやいやもう一番上だからさ、アラフィーネで、そうですよ、一番最初に出てきますよね、まあそうだね、まあ、顔ですよね、事務所の、いやそんなことないまあ一応事務所ライブとかではね、ボケで、あのいやね、あのラフィーネに、はい、あの太っちょさんみたいな息のある若手が入ってくれて嬉しいよ芸歴何年で30年わーめっちゃ先輩やったみたいなやりましたけど、ありがとうすごい30年と25年の先輩後輩初めて見ましたね、いやだから俺かってさ、うん、25年から長いやん、長いですよけど6年ちゃうねんね、だからめちゃくちゃ先輩の感覚なわけよ、はあ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 、だから今までもあんまりちゃんと喋ったことないですよね、 ないのよ、 あんまり被んなかった、なんかそうなんだ、ライブはちょこちょこっと一緒になるけども、うんうん、やっぱ喋んない、なんか喋んなかったんだよね、ずっと6年さあるとさ、だ俺も喋るみたいな、いや杉ちゃんとかやったらさ、うん、2年ぐらいしか変われへんから、うん、だから話しかけに行くけど、はいはいはい、6年、大先輩、いやほんとイエーイイエーイがわからない6年の差ね
イエーイ。いやいや、6年後はこうなる。でもなかなか喋れないよね、楽屋でもね。なんだろうね、なんか気使っちゃうんだよな。なんか分断みたいなのができちゃうんですかね、コミュニティがね。だから、やっぱりそのポンチャマにはポンチャマの、テリトリーがあるだろうっていう、お互い太っちょには太っちょのテリトリーがあるだろう、そこはまあちょっとみたいな感じでずっといくと、今日がっつり話そうっていう番組をね、芸人同士ってあれ一番仲良くなる方法って何か知ってます？知らないです。一緒に闇営業行くと仲良くなるんですよ。闇営業そうだよ、辛い思いをするとね、やっぱこのほら、普段喋らへん人でも、闇営業一緒に行くと、やっぱ喋る時間いっぱいあるし、待ち時間もね、マネージャー来てんだよ。やめろ、話をまず止めろお前が。いや、ちょっと待って、おかしいやつ聞きたいですよ。何年も前そうそう、闇営業って言ってなかったですからね。闇営業なんて、闇じゃない。ちょっと怖い営業だよ。ちょっと怖い。岐阜のちょっと怖い営業だよ。岐阜まで行って怖い思いするんですか。岐阜は俺知らないですね。知らないですか。岐阜は知らないです。岐阜は怖いですよ。そうなんだ。そういうのも行くと、やっぱ仲、俺カモメと仲良くなったもん。だってカモメって。なんすか鳥？鳥？松竹の？一緒に行って、全然喋んなかったの、うん、まで。それ一緒に2日間行って、めちゃくちゃ仲良くなったんだ。でも分かります。うん、カモメとね、や、人となんか接点なんかないから芸歴もめっちゃ話してる。確かに。でも仲良くなんのよ。あれ、味噌らカモメさんですか？誰ですか？いや、違う、カモメとおんのよ。真面目な人が。頭ハゲて、おかしになってしまったやつもおんねんけど。そうなんですね。そう。はい、いやだからやっぱ芸歴長いところいろんなあれがあるからさ、うん、俺も一回相模原のね闇営業で、いやいや闇営業何の話なんなんでこういう闇営業聞かないとダメですね、まあ、一回聞いて、はいはい、聞こうよ、ね、やもうあのねお客さんがもう完全にこれなわけ、うんうんあうん、おかしい、用意がおかしい。そうそうそう、私は聞いたことあります。そうそう、でもまあ勇気を出して行くしかない。はいどうもー、チェリーボーイポンチョムでーす。ポンチョムだよー、バカ野郎ってやってたら、うん、来い。はいはいはいっつったら、敬語でやれって言われて、いや敬語だと良さ出ませんよ。良さが出ないですよって、お前は何がやりたいんだって、まだ始まって30秒なんで、もう、すごいな。それはね、自由な方たちだから。自由ですから、本当に。敬語でやらないといけないの。いやー、やったの？やりました？一応やりましたけど、もうウケない、そんな。まあ、そうだよね。そう。チェリーボーイですよー。そうだよね。ですよじゃダメなの。音を知らないからね。そう。音を知らないから、わかんないよ。俺は面白いけどさ。そうそう、僕は元知ってれば面白いですけどね。そう、いろいろあるから、あとね。荻窪でも闇営業行った時にさ、え、わかりました。バーチェリーボーイっていう、ありますよね。あるでしょ、はい、ありますあります。あれ名前が一緒だからって、うん、来てネタやってちょうだいって言って、うん、ネタやるとこないから、うん、カウンターの向こう側でやってちょうだいって言われて、うん、で俺お決まりのギャグでパオーってやったらもうここまで隠れちゃって、うん、何をやってるの？カウンターでパオー何をやってるんですか？あ、見たい。あ、もうすみません、ツイッターにコメント届いたらしいので、イエイ、ちょっと読んでいただきましょうか。ちょっとさ、大丈夫ですか？いいっすか？はい、はい、なんだ、嬉しい、なんでなんでだよ。堀川ランプさんがご出演楽しみにしています。バカ野郎。まあ、ね、まだ出てないんだよ。まだ出てない。ランプさんに今パッと思い浮かぶおすすめの昆虫とその理由を教えていただきたいですっていうね。あ、はい、なんでこのタイミングで入れんの、この後でいいですか。名前ですよね。もうちょっと我慢できなかったですか。今ポンちゃんの時間だから。名前ちゃんみかさん、ちゃんみかさん、ちゃんみかさん、はい、だと思います。ちゃんみかさんから、はい、ちゃんみかさんからってことですね。このタイミングで、はい、なんでランプの話がいいんだ。お願いしますよ。いや、なんでだよ。ちょっとポンチョマさんにお願いします。速報性を大事にしすぎてますね。いやー、すごい、はい、もう僕はね、パンパンって打ってたらこっち向けるなって言われました。何をパンパンっつったらこっち向けんなよって言われました。いや、もうそうダメですもんね。一番敏感な方々だから、パンパン。ああ、だ、これは嬉しい。続々と、これは、いや、コメント来ました。これはもうボンチャマさん、これはボンチャマさん、ありがとうございます。はね、はい、はい、来ました、ありがたい。おら、ん、タカ、オヤビンさんのから、はい、鳥越アズリ FM、はい、FM、はい、ドーチョカーボーイさん、見始めてしまった、テンション高くていいっすね、だって。ありがとう。
兄貴、ありがとうございます。兄貴届きました。ただね、スタッフさん、これこのタイミングだと、あの捏造でもいいからランプちゃん当てるの持ってこない。捏造でいいのよこれ。嬉しい、素直、うん、これだね。これ一回ちょっとすかされた気分だから。そうだね、嬉しいですね。これマジ、うん、これマジなファンの方ですね、これ。あ、これマジなファン、僕知ってます。マジでないの。ありがとうございます。捏造でいいのね、支えられてます。じゃあ、ポンチャマのあのガチのファンの方にちょっと一言。あ、いいですか。ポンチャマからのメッセージ欲しいじゃん、うん、あ、え、まあ、僕が呼びかければいいってこと。呼びかけてください。じゃあ僕、なんか設定ね、ちょっとポンちゃんよくれた、恥かいてるよ今。ちょっ、ほら、あ、ポンちゃんだよ。いやー、ほら、相模原のあの時の方。敬語で言えって言った方、私に敬語を強要した あなたですよ。もうコメントをください。お願いします。ドキついやつ頼むよ。お願いします相模原の本当に泣いちゃうの人。おい、誰が突っ込むんだよ。お前じゃねえのかよ。誰の仕事なんだよ。相模原の人。見てたらね、見てたら。だってここなんかね、全然放送禁止用語にないって言われましたから、スタッフさんに。いや、だから相模原はもうこれしかいないですよ。それとこれとは違います。それとこれとは違いますよ。相模原の人、相模原のこれの人、コメントちょうだい。相模原の人ねえ、もう嬉しい。ねえ、嬉しいですよ、本当に。こんな感じでできるなんて、本当にお仕事ができるなんて。ポンチャマはね、はい、うん、僕本当好きで、あ、やっぱ、まあ、知ってはいたんですもんね。俺ね、俺は初めて、はい、ポンチャマを、はい、確認したのがね、うん、ずいぶん前、俺がトリオかなんかの時かな、うん、の時の NHK の、うん、あれ何なんだろう、番組かな、なんかのオーディションかなんかで、NHK ね、NHK でやって、はいはいはい、新人 NHK の対象なのかわかんないけど、ええ、それでポンジャマが、チ、はい、ェリーボーイだぞーっていつもの、わーってやってるのを、審査員がいるんですよ。うん、で、審査員が、多分ね、5人ぐらいいて、うん、若い人3人ぐらいは笑ってるんですけど、うんうん、2人年配のおじいさんは全く笑ってないって言ってほら、この人はすごいなと思って、ポンちゃまって。覚えてますか。面白くて、あのパフォーですかね。パフォーかもしれない。俺 NHK で見たんだよね、昔。 NHK 多分俺パフォーしか出たことないなんかね。え、パフォーは今できるんですか。いや、だからそのパフォーっていう番組が、そうっていう、あ、なんかね、見たんで。だからオーディション、ネタミスを見るって特殊じゃん、うん、他の芸人。確かに、そうですね、はい。だから何だったんだろうと思って、うん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 、まあ、夢ではないと思うの夢で見たわけじゃない。絶対に違うの、この格好を初めて見てびっくりしたんだから俺、うん、だからそれ当時ね、芸歴多分で12、3年やったと思うんですけど、あの、ほんとデビューしたての般若が MC で、うよ、ほんで、あ、こんな感じで行くんだ、あ、はい、お願いしますみたいなもう向こうもさ、新人だと思ってるから、こんなオーディション番組。そっかね、めちゃくちゃタメ口で来られた。頑張ってね、的な。頑張ってね。緊張してる。こっちの方が上なのに。いや、上だよ。上だよ。上だよ。売れてる人の方が上だから。そうですね。それはもうそういうもんやから。はい、ほんとそうですよね。これ何着ぐらいあるの。これはね、質問でいいのかな。全然いいです、うん、これも7着ぐらいありますね。自分で作ったんですか。これね、1回目初代のやつは自分で作ったんですけど、うん、これはスギちゃんファンの、スギちゃん金持ちの方が作ってくれました、うん、あ、いやーすげえ。いやだから僕スギちゃんと仲いいんで、うん、全国ワイルドツアーでも連れてってもらってたら、うん、ならポンちゃんも応援したいなってなって、へえ、ボーイの、ちょっと久しぶりに見たなっていう感じはありますけどね。見た、うん、あ、確かにね。ね、そうですよね。いろんなやってるでしょ今。いや、そうこっちのセリフですよ本当に。いや、パーパーとかやってるけど、パーパーやってないからね最近全然。久しぶりに見ましたよね。なんだろうな、ツイッターとかで見てもらうと分かんのかな。いやいや、だからそれこそなんかほら、番組出てましたよね。何でしたっけ。15秒とかね。15秒。うん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 。15秒でやってるね、もういろんなマイメロとか。そうそう。あとほら、ほら、カーネルサンダース。ああ、面白い。どこがカーネルサンダースやねみたいな。激似の。いやいや、あんな怖い人形を置いてたらみんな逃げるわいうような。そんなもんでしょ。あれをまた手に入れてから、また太ってさんがまたね、いや面白い、魅力が増したという、また荷物が増えちゃって、また手に入れてから、いや分かる。だから僕もああいうのを見つけたくて、いろいろ今すごいいろいろあるでしょ。いや毎回違いますもんね。マイケル・ジャクンソとかね、ドゥヒロミ、ドゥヒロミ、ドゥ、ゴーヒロミじゃないよ、ドゥなのよ。やったドゥだ、ドゥ
どか滑り。もう、うん、いや、みんな感心してるだけです。あとこれ、長与千草。長与千草ね。あと、あの、2.5 月広しっていうね。どうなの？これ、五木ひろしさんの半分ですよ、どう思ってて。半分です。いや、面白いけどな。いや、面白いな。あるんですよ。見下してるとかね。俺はお前を見下してる。お前を見下してる。すごいよね。え、あと、出てこないのもあるでしょ、舞台上に。透明だよとかやつ、ポンちゃま透明の薬を飲んだよみたいなやつ。ああ、透明、そうそう、透明のね。あ、それ知らないです。これ R1 グランプリの3回戦でもうドカウケだったのよ。いやー、それ受けますよ。そうそう、タッ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 タ、音しか聞こえない。はい、どうもポンちゃまです。ポンちゃまはね、透明になる薬を飲んでるんだよ。イエーイ、最高っすね。最高。嘘だよバカ野郎なんつって、もうね、どっかとか受けて、うんうん、これは受かっただろうなんつってさ、肩ぶん回してたらさ、落ちててさ、3回戦、R1 の3回戦。なんでだよ、納得いかないってさ、知り合いのお客さんが、私あの日見に行ってましたよ、つって、審査員の方見てたんですよ。どうでした、うん、審査員の方、爆笑しながらバツつけてた。どういうことやねん。爆笑してたら丸ちゃうんかいって。こうやりながら、こうやりながら、罰がでかすぎて、前後のやつも落ちたって言われてるぐらい。受けてたのに、受けてたのに。前後がね。太田プロの村瀬も落ちちゃった。前後だから。えいっつって。こんなやつっつって。ダメだっつって。笑いすぎちゃって。笑いすぎちゃって。笑いすぎちゃって。迷惑かけてんな、ポンちゃまは。おかしくないっすか、爆笑してたら丸ちゃいまない。ねえ。なんでですか。本当だよ。本当。受けたんだから、もう受からしてくれよですよね。本当そうだよ。特に R1 なんてさ、もうさ、もうバリトゥードでいいじゃない。いや、本当そうですよ。本当もう。俺も前メロで、あの、2回戦出たら、ギャーってなって、客席が、どよめいて絶対受かったと思ったら、落ちてたの。その後、審査員の人と会う機会があって、聞いたら、面白かったんだけどなあれはダメだって違うよ、面白いでいいんだよ、もう。そうなの、なんでそこにあれはダメだ、あれはダメだが聞きたかったんだけど、ちょっと意味が分かんないですね。あれはダメだったんだよね。いや、なんといけない、ほんとに。そこ見つけないと売れねえな。そういうことですね、ちょっとね。なんでありゃダメだを見つけないとダメですね。ありゃダメだはダメなんでしょ。分かんないですもん。いや、だからそれこそあの何、あのオフィス来たのの時はさ、あの赤坂サカスでもう大、もうすごいお客さんの1000人ぐらいの前で、いや、すげえ、もうあの那須賀亮っていうネタをやって、もういや出た伝説のドカスベリ、ドカスベリだよ。千もいて、千もいて、千もいてね、一人も笑わないあのね、外国の湖かと思って静か、静か外でしょ、外です。俺もレンゲ祭りってところで、はい、2000人のところで、はい、全く受けずに、うん、遠くのゲンチャリの音が聞こえる。俺も群馬の学祭いた時に遠くの電車の音ファーン、やめてめっちゃ飛んで、終わり、もう終わりだよこの番組、終わり、まだ始まったばっかり、まだまだ行きますよ、まだまだ、もう母ちゃんもう時間がないよ、もう、ああそうですね、やばいやばい、母ちゃん、母ちゃんもなんかやってほしい、なんか、はい、なんかやってほしい、なんかありますか、何やってほしい、何でもやるぞ、はい、あのじゃあ手短いってやつやってください、何それどうやってくる俺そんなやつ僕が本当に、はい、初めて会った、お会いした時に見た、うん、あの漫談なんですよ、手短い漫談、手短いっていうやつ、そんなどうやんの、俺手は実際短いんだけど、あの女の子にあの力こぶ作ってって言われて作ったら手短かった、ここがね、力こぶ見てって手短いね、手短いんですよ僕、なんでこんな短いの、すごいコンパクト、手短いですよ、すごいコンパクトに、鳥の手見て、そうなんですよ、鳥の手見て、おかしいんですよ手短い芸だね、面白い、これネタでやったな、いいですか、あじゃあ次からこれ、はい、手短くんで、はい、お話は手短にお願いします、あやー、うまい、1個できた、生まれた、生まれた、いけんじゃないの、はい、今年はねえ、R は行きましたよ、R はこれで行きました、まとめて、はい、ありがとうございます、うん、
短いに頼むね。うまい。やったー。いやいいです。会社で使い放題ですね。なんか会社ってなんやねんお前。お前素人の芸かこれお前。素人さんが会社で手短にお願いしますなんつって。上司に、ね。上司に。ちょっと待って、プロのお笑いの芸やこれは。飲み会でどんどん使ってください。飲み会って芸歴25年間考えたプロの芸やこれは。委員会にはいないとって言われて。結局俺当てに公平やないか。ほんでコメント。スタッフさん来てないんですかね。コメント。ポンちゃまメッセージないですか。ああ大きい罰が出ました。熱像でも前後がもう罰になっちゃった。ほんまに恥かかしたらあかんのよ。もう真面目な番組作ってますんで。嘘でええよ。いいんですいいんですいいんです。やらせでええのないんです。ポンちゃんさんいつあるって。えいつある。ああ来ました。やったもうこれ、これ読んで、これで終わり、はい、終わりにしましょう。これ、これ読んで終わりにしましょう。ありがとうございます。ね、なんか、全然来ないけど。怒っちゃって、ごめんなさい。あれ今、捏造してんじゃないですか、あれ。ね、だって来ないですよ。全然ツイート来ないですよ。あれ、捏造してないってほら。あ、してない。ポンちゃん前のメッセージを。あ、いいよ、ほら、早い。スタッフさん、ざわざわしてますよ。あ、来ました。ありがとうございます。来たよ。よーし。じゃあ、これ読んで、はい、これ読んで、退出していただきます。あ、来ました。ポンちゃん、おやびんさんからです。おやびん。ガチなファンって、あの、俺に対してですね。あれなんなんだよ。先ほどのだ。俺宛てじゃねえじゃねえか。あいつか。冗談じゃないよ。あ、ありがとうございました。ポンちゃまでした。ありがとうございました。ね、引き続きポンちゃまにコメントお願いします。ポンちゃまにお願い。お願いします。一通だけでもいいんで、お願いします。いやー、面白かったよね。いや、面白いですね。やっぱ違います、歴が。歴が違う。止まらないお二人とも。じゃあ続いて、はい、続いてのゲストを呼んじゃおうかな。はい、どうぞ。続いてのゲストは虫芸人と言ったらこの人、うん、堀川ランプ。どうもこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あらまあ、はいはいはい、ポンちゃまとは打って変わって、ちょっと落ち着いた感じの、はい、落ち着いた感じです。ポンちゃまさんと太っちょさんと俺でこんなに曇っちゃいましたからねおっさん3人で外見えないぐらいに曇ってるんで、すごいです、だから、はい、堀川くんにこの、はい、ほら来たんだよ。だから、うん、あ、ありがとうございます。はい、ちゃんちゃんみきさん、はい、ちゃんみきさん、ちゃんみかさんじゃない。あれマジでした今。ローのガンが、ローのガンね。ローのガンは確かに、はいはい、おすすめ昆虫だって、はい、今パッと思い浮かぶおすすめの昆虫とその理由を教えてくださいだ。はいはい、今の時期ですとあの、うん、マイマイかぶりですかね。あら、あのホリプロにいた元芸人じゃないっす。多分そっからと元ネタになってる。ディープすぎてちょっとちょっと折り返らぶ。芸歴どれぐらいでしたっけ。僕あの、5年です。2017年デビューなんで5年です。まだまだ、はい、でおいくつぐらい、はい、29です。いや20代すごいわ。5年前っつったら今やってる目ん玉のネタをやるかどうか迷ってた時期だね。あ、いい時期っすね。いい時期っすね。あ、でもそうですね、それこそあのアマチュア時代に R1 出させていただいたんですけど、うん、実はあの出番3つ前ぐらいにやってます。はい、目つけて、はい、目つけて。堀川ランプさんの出番、はい、1回戦1回戦でしたね。ちょっとご縁があるんですね、はい、何やってた。なんでした。マイメロちゃん、あ、やってましたね。それこそアリアダメダの時じゃないですか。アリアダメダの時じゃない。当事者だったんですね。あの時なんですね、あれ。やってたんだな。はい。そういうことですね。だから、でまあ、そんな5年の、はい、で昆虫芸人というか。そうなんですよ。で、マイマイカムリ。そうですね、はい。あのカタツムリが大好きな虫で、うんうんうん、あのカタツムリをもう頭ごとガッて食うんですよ。え、頭ごとガッていって、あの殻が抜けなくなってそのまま歩き出すっていう。え、二足歩行なんですか。あ、そうですね、はい。あ、すごい出た、はいはいはい、あ、そうなんです。このままあの頭が抜けなくなって歩き出しちゃうから、あ、マイマイだからカタツムリをかぶってるっていう意味でマイマイかぶり。あ、かぶりだ、はい、うわ、何これ、はい、じゃあ間違えてさ、お尻の穴とかに入っちゃったらそのまま歩き出しちゃうとか。こう俺とか崩られてこう、そうそうそう、ケツかぶり、ここら辺に、ここら辺に、ケツかぶり、ここら辺に、そうそうそうって言われちゃった。いやいや、こいつそんなことないじゃん。そうこいつ入ってくるようなケツの穴事情なんですか。ケツの穴を出てるってことですよ。もうポコッと開いたらこのまま引きずられちゃう。強いじゃあ、強すぎでしょ。まあ、こんちゃ強いから2メートルぐらいあるじゃない。ないないもうケツの穴って出てるじゃん、もう。はい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 、だからすごいんだよね、堀川ランプ君は、はい、昆虫好きで、はい、
好きが高じてじゃないけど、もう芸人もそうだけど昆虫の方でいっぱいお仕事が、そう、あの雑誌も連載してたりとかね、はい、いやすごい、インタビュー記事とかもあります。この前もあの、うん、名古屋の人にあの、うん、ゴキブリを砕いたものを食わせる営業とか、もう一回言いますね、はい、もう一回ゴキブリを砕いたものを名古屋の人に食べさせる営業、いや難しい、言ったけど、はい、闇じゃなくて表の営業だから、いやそれ闇にしといてくださいよそんな昆虫食べさせる仕事なんで、すごいね、はい、はい、名古屋まで行って食べさせるんですか。名古屋まで行って食べさせましたね。同じこと言ってる俺とあのちゃんとでも家で砕いてですよ、家でゴキブリを砕いて、安全に砕くってことですか。安全に砕いて、うわ何いっぱいあって砕けんの、ゴキブリって砕けんの。砕けますよ、はい、他はあれいいのかな、あのルザシとかもね、ルあそうですルルとか、はい、ルルブキッズとかね、はい、あとブルータスとか、ほらコメント届いちゃった、はい、お来ました、森川ランプ君が来た途端コメントが届いちゃった、ありがとうございます。ポンチャマと違うところですねこれがね、うん、頭が破りしてるんじゃないか途中でね、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、また、うん、ちゃんみかさん、はい、お答えありがとうございました。マイマイかぶり、最近カタツムリを食べる動画を見てショックすぎて途中でストップしちゃいました。食べてたの？そうですね。あの僕がじゃないですよ。うん、マイマイかぶりが、うん、あのカタツムリ食べる。あ、そうなんだ、ね。はい、僕カタツムリ食べないですよ。カタツムリは。カタツムリは、はい、虫とかでも食べるでしょ。虫とか食べますね。でもカタツムリは食べない。食べないですね。いやさ気持ち悪いじゃないですか。なんでだよ。虫ベッタベタで。すごい。カタツムリはもう虫に入るんですね。いやあの貝の仲間ですね。貝。カタツムリは貝の仲間ですね。はい、サザエと一緒。あそうです。うわー、はい、初めて知った。そうなんだ。だから味は一緒みたいです、ね。やめてよー。手軽にパンパン。やめて、はい、手軽にパンパンじゃないよ、はい、もう。パンパン。ありがたい、はい、思い出すよね。そうだ、俺パンパンする人なんだ。パンパン。すごいパス見ちゃいました。すごいパスでしたね。そんな堀川くんが今日はいろいろ持ってきてくれました。はい、はいはい、ありがとうございます。やりましょう。はい。うんうんね、いやちょっと興味あるけども、はい、なかなかね、ポンちゃまが15分ぐらい押しちゃった。あらららら。ちょっと闇営業の話でちょっと。昆虫クイズっていうのをいろいろ持ってきたんで、昆虫クイズ、はい、よりもしろ結構むずいやつ持ってきましたよ、うん、マジでなんで、うん、ちょっとですね、ただ普通にやっても楽しくないと思って、うんうんうん、負けた方と勝った方にそれぞれ罰ゲームと賞品、賞品もあんの、はい、金金賞金じゃないですね賞品です。よし、やってやろうじゃないか、行きましょう、はい、お願いします。じゃあ、まず1問目いきます、うん、ですね、まずはこちらですね、よいしょ、おい、カブトムシに関することで間違ってるのはどれでしょう、問題ですね。カブトムシで間違ってることね、はい、カブトムシに関するあの知識の中で間違ってるやつはどれでしょう、やつです。4択ですね、はい、冬まで生きることがある、うん、2、日本に2種類いる、スイカはあげない方がいい、北海道では外来種、さあこれどれが正解でしょう。いやマジで難しいじゃん、これ1個が、1問目1個があの嘘のカブトムシの情報です。1個がね、はい、はい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 、3つが本当なんだ、3つは本当です、1個がダメなんだ、はい、でも3番のスイカなんて、はいはい、スイカあげるじゃん普通夏とかにさ捕まえたら、いやでもスイカあげない方でしょ、あげない方がいいですから、はい、そういうことですよね、あげない方がいいっていう話、あげちゃダメってことでしょ、あげちゃダメっていう情報が嘘かどうかってことですね、はい、でも冬まで生きることがある、これ見たことないですよね、カブトムシ冬にカブトムシ、うん、秋も見たことないけど、これはすごい考えちゃうな、ねえ難しい、日本には2種類いる、逆にカブトムシ以外にいるかっていう、ね、ヘラクレス的なこと、 あれは外国なんで、はい、野生で、よし、じゃあ北海道では外来種、はい、北海道にはもともといないのか、あそういうこと、はい、じゃあちょっと待ってね、はい、本当は間違ってる方ね、間違ってるやつをこの中から選んで、数字で間違ってるの、はい、ちょっと、じゃあ、はい、あと2日ぐらいちょっと3番3番で、はい、3番が間違ってると思います。じゃあ僕は生きることはないと思うので、冬見たことないから、はいはい、じゃあ1番、はい、じゃあ正解発表します、うん、正解はですね、間違ってるのは2番です。え、日本には2種類いる、これが間違いです。もう一回やろうか。そうですね。ちょっとあまりにも難しいって、外れることしかないっていう。
あ、ツイッターコメント届きました。はい、え、これ、はい、まだ、まだあるの問題。3問。あ、よかったよかった。あ、今、ね、ありがとうございます。どっちもだめだった。はいはい。おいおいおい、来ましたよ。ポンチャマさん、めちゃくちゃ面白いです。はいはいはい、伝説作りましたね、うん。すごい。堀川ランプちゃんを食いましたねって、ポンチャマから来てました。自作自演です。ダメだ、ポンチャマ。ありますから。自作自演です。もう終電なくなっちゃうよ、ポンチャマ。帰んないと。どんだけ残るんだよ。ダメだよ、はい、ポンチャマ。ポンチャマ、まだまだ待ってます。はい、またお願いします。はい、じゃあ2問目。2問目、ちょっと次は当てましょう。はい、実際にこれは3種類が正解です、ね。うんうん、3種類、はい、へぇ、そんなにいるんだ、はい。3種類いるんだ。はい、じゃあ次です。この次の昆虫ので中で実在しないのはどれでしょうっていう。はい。じゃあ、どんどん行きましょうか。はいはい、お願いします。行こう。はいはい、あ、じゃあ10分前。じゃあ、サクサク。はい。はい、カマキリモドキ、ニセカマキリ、カマキラズ、この中で。カマキリモドキ、はい、実在しないやつです、はい、実在しない、カマキラズって3、はい、じゃあ正解いきます、はい、正解はですね、あの2です、なんだ俺らなんだよ、まあ、次次行こう、ちゃんとちゃんとね、はい、どっちかでもこれ、はい、どっちかな、はい、次行こう、ニセハナマオカマキリっていうのはいた、いるんです、あ、そういうことか、ミンミンゼミとクマゼミいるんですけど、うん、あの生息地が被ってないんですよ、それはなんででしょうっていう理由ですね、はい、はい、理由、はい、うん、でしょ、同じ種類がそれぞれの地域で進化したから、うん、それぞれのセミだけを食べる天敵がいるから、お互い鳴き声が似ていて紛らわしいから、え、じゃあ3番、はい、いや2、はい、でしょ、2、じゃあ行きますか、はい、はい、正解いきますか、うん、正解はおいしょやだ、3番でした、やったーやったぜー、よかったー、全然、パーさあ難しい、さあ、なんですか、ごちごちに、はいはい、じゃあ、はいはいはい、先、うん、罰ゲームの方からいきましょうか、うんうん、罰ゲームは何、罰ゲームはですね、うん、よいしょ、僕ですね、はい、僕が当たんなかったからミリオンズシーンだからね、もう中身だけ、なんか、なんか、なんだろう、これクオカードかな、いやいや、クオカードこんなに入ってないでしょ、食べられるサソリですね、いや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 、いや見せてあげてください、食べられる、シリカゲルも入ってるし、いやー、何食べられるサソリ、いや、食べられるサソリ、まあ、誰が決めたの、まあ、シリカゲル入って乾燥してた方がうまいと思うけど、ね、そういうことで、え、これ何、大丈夫大丈夫、食べてみな、もう時間ないから、これもう、はい、食べるの、どうぞどうぞ、はい、ちょっと待って、早く行って、はい、ちょっと食べてみな、じゃあすいません、え、本当に食べれるんでしょ、食べます、行って、いただきます、食レポ、初めての食レポ、お、何ですか、何ですか、顔顔向けて、顔向けて、何ですか、うお、何ですか、あのナッツ、ああ、あのアーモンドカルとかのナッツに、うん、似てますね、うまい、うまいの、うん、これは食べなくてもいい、まあ、とりあえず、はい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 、ちょすげえなこれ、うわー、マジか、商品なんですけど、うん、あの僕の商品ね、はい、商品はすごいもんだ、あ、何これ、ジュース、ジュースです、サイダーですね、サイダー、はい、いいの、どうぞどうぞ、面白くないじゃないサイダーなんか、いやもう商品ですから、はい、優勝商品、じゃあいただきます、の、うん、最初はサイダーな感じするけど、うん、はいはい、後味が明らかに違うこれなんかあるな、これ、これあのタガメサイダーっていう、いやーガメタガメをこう、はいはい、何すすてるってことでしょ、はい、吸って炭酸で割って、え、マジか、はい、でも確かにタガメって俺食ったことないけど、タガメなんだろうなっていう風味みたいな口にずっと残ってる、うーわ、え、こっち罰ゲームじゃんこっちが、じゃあ、はい、ちょっと俺このサソリさん、はい、サソリさんとタガメを一緒に行って、はいはい、喧嘩し合って無味になるんじゃないかって、おお、新しい説、はい、おー、いい音したな、うわ、カリカリって音した、これはやだな、これは明らかに口に入れちゃいけない、それで喧嘩して、うん、あのね、サソリとタガメだねおのおの生き残った口の中でコンビになったんですね、サソリとタガメを食ってんだなっていう感じ、うん、コンビ組んでM1 出れます、 M1 出れる、 M1 出れる、
タガメとサソリ。他はなんか、そういうこと言ってる虫いっぱい持ってきた。ツイッターコメント届いてます。はい、持ってきてください。どん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 。うん。はいはい。ありがとうございます。うわ、なんかできる限り読みたいんで。ちょっと待ってくれよ。ポンチャーバさんという伝説を目の当たりにして幸せです。すごい。はい、ポンチャーバから来ました。ポンチャーバと巨人しか勝たん。ポンチャマと巨人しか勝たん。ポンチャマから来ましたこれレギュラーが決定だろう。ポンチャマバン、ポンチャマから来ましたタガメサイダーじゃなくて、ね、ポンチャマから来ました。なんだよこれ。ポンチャマ帰れよ。もうもうちょっと携帯奪ってください。もう邪魔だ。あいつ余分じゃなかったよ。もうサソリ食わせましょうよ。サソリをこの後やりましょう。5分で終わっちゃう。はいはい、どうぞどうぞ、はい、何ですかそれは。なんか持ってきたぞ。何何。パプア金色クワガタっていうクワガタ。クワガタ、はい、かわいい。これが なぜ今日持ってきたんですか。あのこの前ももクロさんの番組出させていただいたんです。もうもももなんだっけ。もももクロちゃんとですね、はい、あのその時のクワガタなんで。え、はい、え、ももクロさんが触ってるってことか。はい、あちょっと触らせて。はい。これを何。あーかわいい。これを食べるんだって。確かに現地では食べますけど、ね、いやいやいや現地食べないよ。いや そんな貴重なね、はいはいはい、貴重なやつをいっぱい持ってるんでしょ。だってそうです、はい、家に何匹ぐらいいるんだそういうのが。500匹ぐらい。いやー、まあ、大体がゴキブリなんですけど。え、大体がゴキブリ。もう飼ってるんだよね。飼ってます。はい、飼ってるんだよ。いるんだよ。ないんだよ家に。いやまあ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 、ちゃんと面倒見てるってこと。ちゃんと面倒餌をあげて、はい、飼育してるってことでしょ。こういうやつらですね。ちょっと待って、うわーやめて。近くに持ってって。近くにスタッフさん。何やめてよ。もうめちゃくちゃ嫌な顔。ちょっとうわしますよ。いいんすね。いや何これ。うわいや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 ー、これを食べるんだって。いやいやいや食べないなんで乾燥させて。せめて乾燥させて。全然爽やかに終われない。もうこれどうすんのよ。腹出したデブとゴキブリって最悪じゃねえかよ。ねえ、すごいね。これがラフィーネですね。ああもう素晴らしい。これ腹で挟んじゃうゴキブリ。あいや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 、いいんすか。圧死しちゃうんじゃないですか。大丈夫、貴重じゃないの。大丈夫っすよ。すげえな。じゃあね、ま、え、大丈夫なんですか。はい、彼は大丈夫。彼は大丈夫。彼らは大丈夫。彼は大丈夫ですか。あの開けたらゴキブリがいなくなるってことはやめてよ。腹の中に。え、なんでそんなで、すごいな。あ、いけた。あ、なんか安心してるゴキブリも。狭いところが。狭いところが好きだから。安心してる。ちょっと、どうしよう、これ。あ、じゃあ、開けていただいて。生きて、生きてる。でれれ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 。何もないお腹から。いやいや、手でかぶっちゃった。ゴキブリが出ました。最悪の芸じゃないかよ。いやでもありがとう、はい、あったかくて喜んでますね。あーあったかくて興味しちゃって、はい、また帰ってくるかもしれないですね。本当だよ。いやすごい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。みんなバタバタして、もうポンチャマがさ押しに押したからさ。本当にポンチャマのありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。森田ラムさんでした。ありがとうございます。いやすげえな、ラフィーね。しっかりしてるよ。はい、だってちゃんとこういうことやりますってちゃんと送られてきたからね。あーもうね、うん、グループラインみたいのにね、しっかりポンちゃまあれだけ着てきたからね。あれも男だよね。ポンちゃまほんと素晴らしいですよ。ランプ君も男だし、ポンちゃまも男だったよ今日は。いや素敵でした、素敵でした。面白い、素敵なゲストだって、はい、まだ行きます、うん、結構癖になっちゃってるじゃないですか、うん、ちょっと癖になって最初はうまいんだよ。最初はうまいんだけど、うん、この風味がこのなんかね、なんだ、泥くせえっつうかね、タガメっていう、すごいな。もう終わりだ。ああもういや、やっという間だ ね、はい、ぜひぜひ。あでもこれからもね、続けられたら続けるという。そうね、とりあえず今回あのその今回だけですけどね、はいはいはい、まあ、コメント来てんだって。またああもう読みましょう、読みましょう、はい。あ、 G 出たし、G ってなんすか、あのゴキちゃん、あ、はいはいはい、タカオヤミンさん、はい、G ゴキ出たし、はい、挟んでるし、そして出したし、うん、もはや未知の世界。ありがとうございます。ごい すごい、いっぱいいただいた。これは本当に僕を応援してくれてる方ですね。ねえ、ありがたいですよ、本当に。
方がいるのために芸人続けてるようなもんですよ。本当だよ。本当だよ。数少ない。あ、いっぱい終了だよ。おい、ちょっと。メイン MC の、ね、太っちょさん、ちょっと締めてくださいよ。よー、締めるぞー。はい。終わり、パーン。ラフィーネの愉快なのかまたさんでした。ありがとうございます。